皆さんこんにちは。非常識な集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、シンプルで分かりやすい書体は集客行動を促すというお話をしたいと思います。文字媒体、それがデジタルであろうと紙媒体であろうとですね、女性に好まれて読まれやすい書体とか、あとまあ書体の印象ってやっぱりあったりするんですよね。で、まあ、私が好んで、まあ、よく使うのが、まあ、昔はよく明朝体とか使っていたんですけども、最近はメイリオっていう書体がすごい好きで、シンプルなんですけど、ちょっとゴシックとは言わないんですけど、その中間みたいな感じの、こうなんていうのかな、流れるような形よりももう少しビジネス寄りっていうか読みやすいんですよね。あと綺麗だなっていう印象があって、メイリオとかは割と好きだったりしてます。でこの書体っていうのもブランドイメージとか、あとホームページのイメージとか、もう読んでくださるお客様の対象のイメージとかにもすごく左右されるものがあってですね、なんだろうな、ウェブサイト診断とかやっているとすごいこうなんていうのかな、フォントが効果的とかではなくぐちゃぐちゃにこう混じってるサイトとかって結構あるんですよね。明朝ゴシックなんか可愛いなんとか文字みたいな、手書きは別ですよ。手書きはでポップとかね、あとはまあなんかいろいろ色もですね、すごくこういっぱい使ってあるとですね、読むのにすごく疲れちゃうんですよ。でやはりホームページとかウェブ媒体、まあ、紙もそうなんですけれども、読む人の気持ちになって書いてあげるというか作ってあげる必要があると思っているんですよね。だから当然ですけど読む人が読みやすい、まあ対象者にもよるかもしれないですけどね。若い人とか割とゴシックが好きみたいですね。なんか元気な感じの、まあポップゴシックとはだったっけな、なんかちょっと私その若い人のフォントあんまり使わないんで覚えてないんですけれども、割と男性的なのね、ゴシックとかね、よく使われる雑誌とか見るとね面白いですよ。男性向けの雑誌と女性向けの雑誌とか表紙のフォントとか全然違うし、若者なのか年齢上なのかでも表紙のフォントとか全然違いますしね。例えばポップティーンとか今あんのかなアンアンとかあのあたりのものと、婦人画報とかね、そのあたりとかだと全然フォントが違います。婦人画報の多分明朝みたいな割とエレガントな感じの落ち着きのある書体で、若者の方はやっぱゴシック系の元気な感じの太い感じで表紙がドーン、表紙も全体的に色もカラフルだったりもしますよね。だからシンプルな書体ないしは分かりやすい書体、読みやすい書体っていうのは当然中身を読んでもらえますので、読んでもらえるっていうことは伝わりやすくて、伝わりやすいっていうことは行動に結びつきやすいっていう、まあそういう利点があったりしますよね。はい。なのでシンプルな書体、分かりやすい書体、対象顧客に合わせてっていうことですね。私のサイトはそれを心がけているし、自分のサイトでフォントが特に気もつかず使わずにですね、何でもいろいろなものを使っちゃってるところは、少しメインのフォント整えて決めるだけでも全然見て映えが変わるので、ちょっとやばいなと思うサイトの方はぜひサイトの点検をお願いいたします。それでは